皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。本日もミニ四駆でね、使える便利商品の話と、その商品を使った上でのミニ四駆の初心者に向けた講座となります。本日紹介するのが四玉さんで発見しました、こちら、じゃじゃん、おまかせグレ EX、 横間さんのおまかせグレ EX ですね。こちらはですね、超低粘度の RC カータイヤ専用の瞬間接着剤となっております。こちらですね、僕もあの瞬間接着剤や両面テープ等でミニ四駆のタイヤって固定すること多いんですけれども、まあほとんどは瞬間接着剤を使用するとみたいな感じになります。まずなぜタイヤを接着したり固定したりするのかっていうことをね、説明していきますので、こちらねグレ EX だけをねご覧になりたい方は動画を飛ばしてご覧ください。はい、まずねタイヤをなぜ接着するのかと言いますと、タイヤを削ったりするときとかもそうですし、まあ僕たち薄くすることが多いです。でその際にやっぱり薄くすることによってゴムが柔らかくなっていくので、まあ非常に取りやすくなってくるということですね。まあそもそももうこの通常の状態でも取れやすいんですけど、そこはもうちょっとタミヤさんちょっと媚び売らなきゃいけないので、そこはもう言わないです。僕たちが削ったりするとね、ゴムが薄くなってね、どうしても取れやすくなるということで、まあねタミヤさんのこの純正の状態でね取れやすいなんてことは一切ない。まあ、両面テープでね、固定したりだとか、瞬間接着剤で固定するんですけれども、瞬間接着剤で固定したり、両面テープで固定したりするときのメリットとしては、まずタイヤが取れなくなりますよね。タイヤが取れなくなるし、タイヤの状況がすごく変わりにくくなるんです。もちろんその削れたりすることによる状況の変化っていうのはね、もうどの使い方であってもあると思うんですけれども、まずこのまっすぐに自分のタイヤ削ったとしても、両面テープじゃダメかな。瞬間接着剤で固定しなければ、ハーフタイヤとかもこうよれてくるんですよね。交差点とかでガッて引っかかったりした時に、まっすぐ作っていたハーフタイヤがこうよれてくるんです。そうするとマシンって走ってる時に、例えばこっちのタイヤだけなってたら、こっちのタイヤだけこう動こうとしますよね。マシンはこう動こうとするんですけど、まあ、片方のタイヤがまっすぐであればこっちのタイヤだけよれてることになるから、ずっとそこでロスが生まれながら走っていくんですよね。そういった部分を少しでも解消したいということで、こういった感じで固定したりだとか、まあ、例えばほとんどないですけど、タイヤをこうつけた時に着地したりする時に緩かったらこれが空回り、グリップしてないタイヤとかだと空回りしたりする場合があるので、まあ、そういった部分もやっぱり走りの上でのロスだったりするわけですよ。要はだってグリップしてないのと同じですからね。そういった部分もあるから、まあ、タイヤを固定するのは大事かなということになります。そしてね、まあ、もう一つメリットありまして、タイヤを削る際にですね、非常にやりやすいと、まあ、もちろんそのホイールから外してタイヤを削る方もいると思うんですけど、僕はねそれもちょっと推奨していなくて、ホイールとタイヤっていうのはね多分一緒にセットで削っていかないと、まあ、おそらく精度は出にくいのではないかなと僕自身思っています。まあそうじゃない方もね多分もう本当にいらっしゃると思うんですけれども、まあ、多分精度は出にくいんじゃないかなと僕自身思っておりますので、まあじゃあ例えば自分の厳選したホイールに厳選したタイヤを瞬間接着剤で固定して削った時に、要は下がブレていると、まあすごい削りにくいということで、瞬間接着剤や両面テープで固定してしまってから削るとどうなるかというと、まあ薄く削ってもね、ヤスリの方に巻き込まれたりする心配がなくなるということですね。やっぱり両面テープを貼っていてもギリギリのところまで削れば、まあやっぱり両面テープでもやや少し剥がれてくるのかなといったような印象はありますので、やっぱりこう粘土の接着力の強いね接着剤を最終的に使用する形になると思います。だから入り口としては多分何もしないから、あタイヤ取れるから両面テープ貼ってみようになって、最終的に削り込んでいったら薄くした時に両面テープじゃ取れるってなって瞬間接着剤に来るんだと思います。なのでまあ最初から一つの考え方としても瞬間接着剤に来ておいてもいいのかもしれないですね。でその瞬間接着剤なんですけども、タイヤとプラスチックだとひっつかないものって結構あるんですよ。まあ多分瞬間接着剤まで到達したけど瞬間接着剤つけてみてひっつかなかったからやめたって人いると思うんですよね。なので一番最初に考えていただきたいのは、まあなぜこれを使っているのかというと、まあラジコンのタイヤ用の瞬間接着剤であるということですね。やっぱりこういうのをラジコンとミニ四駆で使うこと多くて、ラジコンの方がねやっぱりちょっと金額が高い分考えられてる部分っていうのはねもう本当にあるんですよ。まああるのでラジコンのねものがミニ四駆に使えることってまあすごく多々あるので、まあこういった部分をねやっぱり応用していって自分のマシンの精度を上げていくとみたいな感じになります。まあ一体どうやって使用するのかと言いますと、ああまあちょっと使用する前に比較したいよね。まずねこういったメリットもあるんですよ。タイヤの厚みが変わりにくいと。まず普通の瞬間接着剤を使う上で、まあ何もしてないタイヤのタイヤ径を今から測ります。まあそうするとですね、だいたい31ミリぐらいになるのかな。はい、31ミリになりましたね。でこちらが瞬間接着剤で止めたもの、はい、
31ミリですね。これが両面テープで固定したもの、はい、31.3 ミリになります。はい、これでもう分かったと思うんですけれども、タイヤの厚みが少しずつ変わってくるということになります。なので、タイヤの厚みもね、やっぱり変わるのってよろしくないじゃないですか。例えばこれの張り具合ですごい変わるんですよ。1ミリのものを、まあ、0.1 ミリのものもありますけれども、 0.1 ミリのものを張ってで、作ったとしても部分的にその 0.1 ミリないものだったり、もう重ねてあったりすればその2ミリになったりするとみたいな感じで、精度すごく出しづらいんでね、瞬間接着剤であれば、まあ、ほぼ同じタイヤ径のまま接着することができるということです。で、もう一つですね、利点がありまして、両面テープ、これね、まあ、もちろん強力なものであれば外れないかもしれませんが、僕の両面テープはこれ、まあ、ちょっと硬い、まあ、一応硬いやつ使ってますが外れます。外れてしまうので、まあ、いわば先ほど言いましたけども、コースアウトによる状況の変化っていうのはね、置きにくいっていう感じですよね。で、こっち瞬間接着剤にすると、もうね、俺の爪の方がやられる。取れない。全く取れないんで、こっちの方がおすすめですね。はい、ということでね、取り付けるまで行ってみたいと思うんですけれども、まずね、簡単に取れるこちらの、簡単に取れるね、こちらのホイールとタイヤを使用して、まあね、本当に簡単だよ。こんな感じで少し出して、こう、くるくるくるっと自分のタイヤが来るであろう場所に、僕自身はね、まあヘラとか使えばいいかもしれませんが、まあヘラとか使ってもね、結局すぐダメになっちゃうんで、こんな感じで塗ります。塗ったら自分の使うタイヤをこうやってギュッと入れてね、はい、30分待ちますとか言うかと思ったでしょ。もうできてるんです。これ爪が剥がれる瞬間接着剤なので、もう瞬間的にもう本当に固まってしまって全然取れないです。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらですね、まあ僕がいつも言ってる四玉さんの方に発売しておりまして、値段もですね、確か600円から700円ぐらいのものだったので、もし興味があれば四玉さんの方で購入してみてはいかがでしょうか。こういったね、便利グッズどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひですね、僕が良かったよって、もう本当ダメな時は僕ダメって言いますんで、まあ良かったよって思った時はですね、購入してみて試してみてはいかがかなと思います。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。